どうも、野球箱の平田です。ということで、今日のカープとタイガースの3戦目、カープ、負けましたー。これで3立て、もう抱えられない。今日は荒れに荒れまくった乱打戦でしたね。ということで、早速試合の方を振り返っていきましょう。まず初回、カープは1番に入った大森が、藤浪からライト前ヒット。で、その後、コウスケ倒れて、堂林フォアボール。ワンアウトランナー、一塁二塁で、日本の4番、聖夜。ワンボール、ワンストライクから、真ん中に入ったストレート、レフトスタンドへ、打った瞬間、確信の、スリーランホームランで、カープ先制します。聖夜は昨日、一昨日と、ヒットがなかったんですが、この1打席目にね、しっかりと仕事をしてくれました。で、今日のカープの先発は、薮田。初回簡単に塚本を打ち取って、バッターボックス2番の梅野。この梅野が9球粘ったな、フォアボール。これワンアウトランナー1塁からパスボール。あってワンアウトランナー2塁で、糸原には外。低めのツーシームをうまーくセンター前に運ばれて、3対1。さらにその後、2アウトランナー1塁と変わって、大山にはフォアボール。出してしまい、ボーアに甘く入ったツーシームをライト前、これで3対2と、取った後、いきなり2点を返されてしまいます。さらにその矢蓋は3回、先頭の梅野にツーベース、糸原に2打席連続のタイムリーで、あっさりと同点にされると、サンズにフォアボール。で、大山送りバントで、ワンアウトランナー二塁三塁となったところで、矢蓋は降板します。その後、マウンドに上がったミッキーが、ボーアと伊藤に連続タイムリーを浴び、5対3。もう、初回の3点がね、泡のように消えてなくなってしまいました。この矢蓋はね、まあ、ヒットはしょうがなかったんですけど、フォアボールですね。毎回ヒットとフォアボール、これが絡んでね、大量失点してしまうんで、まあ慣れない先発でのね、登板だったっていうこともあるんですけど、5回3失点ぐらいにはまとめてほしかったなと思います。で、ただ、カープはその後4回、ワンアウトから坂倉ヒット。そして今日、セカンド今シーズン初めてのスタメンの曽根が2打席連続のヒットを放ち、ワンアウトランナー1塁3塁。そこからピンチヒッターの張さんがフォアボール出たところで、相手ピッチャーの藤浪から馬場に交代します。で、バッターボックスは1番の大森。ワンボールから2球目、カットボールをライト線の同点タイムリー。これでカープが同点に追いつきます。いや、大森もね、ここぞというところで打ってくれて、で、今日もね、5打数の2安打と、しっかり成績を残しているので、これからもね、佐々木監督にはスタメンで、なんとか使ってほしいなと思います。で、さらにカープは5回、先頭の松山、ピレラ、連続ヒットで、ノーアウトランナー1塁3塁から、坂倉のショートゴロの間に、3塁ランナー生還。これでね、あっさりと勝ち越してしまいます。ただしかし、カープは6回、マウンドには4回から投げているケムナ、3イニング目での登板ですね。これ先頭の木浪にヒットを打たれ、その後ワンアウトランナー3塁から近本にショートゴロ、この間に生還して6対6追いつかれてしまいます。カープは昨日と一昨日、先発がかなり早いイニングでの降板だったんで、中継ぎを結構使っちゃってたんですね。というところでケムナは3イニング投げてたんですけど、まあ、3イニング1失点で抑えたっていうのはね、全然上出来だと思います。で、マウンドには7回、島内が上がって、フォアボールとヒットで、ワンアウトランナー2塁3塁のピッチを招いて、中田蓮に交代。バッターボックス今日3の3のボア。2ボール1ストライクからの4球目。フォークは、あー、うまく打たれたって思ったら、ダイビングで菊池がキャッチ。からのサード送球で、セカンドラインのダブルプレーに打ち取ります。残念そこは菊池。まさにその言葉通りのプレーでした。で、流れが来たと思ったんですけど、8回ランナーを出すも無得点。で、迎えた8回の裏。マウンドには堀江が上がって、7番8番とね、簡単に打ち取って、2アウトランナーなし。バッターボックスは陽川。ワンストライクから2球目。外角低めのフォークを打たれ、宇宙間スタンドへの勝ち越しホームラン。ここ、堀江も2アウト簡単に取って、一発だけは絶対にダメだぞっていう気持ちで投げたとは思うんですけど、少し真ん中に入っちゃってましたね。で、9回はスワレスから先頭、セイヤヒットで出るも無得点と、
カープ対タイガース戦での成績5勝10敗、借金5になってしまいました。まあ今日は先発内矢蓋で、タイガースと藤浪。ということでね、荒れるっていうのは分かってたんですけど、昨日と一昨日中継ぎをたくさん使っていたうちにとっては厳しいゲームでしたね。で、カープはね、明日試合がなくて、火曜日からはマツダスタジアムでのドラゴンズ戦ということになります。カープの先発はおそらくね、クリが投げると思われて、で、ドラゴンズはね、多分大野雄大なんですね。で、この二人の投げ合いは先週にもあって、その時は大野雄大に完封負けしてるのでね、なんとか来週のカード初戦、カープ大野雄大を打ち崩して勝ちたいところですね。はい、ということで、今回はこの辺で、カービもね、ライブやるんで、皆さんぜひ見に来てください。ということで、やっぱり野球って、いいもんだ。バイバーイ。次はサンタテしよう。